やっほーです。す。おはようございます今日はですね、皆さんと一緒に英語のコア学習をしていこうかなと思います。で、私が選んだ単語なんですけれども、じャカチャカチャカャカジャン i n l という単語です。この言葉は結構ね、皆さん中学生ぐらいで習う単語ですよね。ちょうどとか十分なとかそういった意味ですよね。で、この単語ですね、恐るべし、あのアメリカの日常生活をしている上で結構使います。 なので皆さんに今日この動画を見てもらって自分の気持ち表現のキャパを増やせるそんな動画にしたいなと思って今日この動画を作らさせていただきましたで今日紹介するこの enough という単語を使って3つのあ私があこれよく聞くなと思うタイプを紹介していこうと思うので早速内容に入っていきたいと思いますはいじゃあまず一つ目の enough の使い方 that's enough, that's enough ですでこちらはまあその フレーズの通り、まり、あ、そのぐらいでいいですよちょうどいいですよそういった感じのニュアンスになりますじゃあどんなシチュエーションに使われるかっていうと例えば誰かに飲み物、まあ、ビールでもいいですし水でも何でもいいんですけれども Just tell me when to stop 誰かにあの注いでもらった時に Oh that's enough that's enough Thank you っていうような感じで使われますでは続いて2つ目の Enough の使い方 Enough is enoughEnough enough is enough これはですね直訳がちょっとできないんですけれどもあのまあニュアンス的に言うともういい加減にしてそのぐらいにしてっていう感じになりますまあこのニュアンスでなんとなくもうどんなシチュエーションに使われるかお察しがついたかなと思うんですけれどもよくドラマとか見ててもあのお母さんが子供たちがもうすっごい騒ぎまくって。 もう静かにしてって言っても聞かなかった時に最終的にもうプチって切れて言う言葉 enough is enough did you hear me enough is enough っていう感じで使われたりしますなので何かを止めようとするときの表現に使えるそんな感じになりますそして最後三つ目の enough の使い方 I am enough I'm enough という言い方ですこれはまあ簡単に言うと私は私のままで十分だよ いう表現になりますもうねこれね私あのすっごい好きであのマニフェステーションとかセルフラブとかそういったカテゴリーの、まあ、YouTube とか本とか読んでたりするとよく聞く表現だと思うんですけれども,もう鏡に向かってとかステージですっごい緊張してあやっぱりダメだってちょっと腰が引けそうになった時に自分に言い聞かせる言葉。Enough っていう風な感じで そうすると自分自身で「あ今の私でもう十分なんだ」「無理に背伸びしようとしなくていいんだ」そういう風なニュアンスで使いますでこの言葉ね自分自身だけじゃなくって本当は誰か他の人目の前で苦しんでる人悲しんでる人傷ついてる人そういう人にも使うことができるんです「y o r e e n g h y o r e m o r h a n e o u g h あなたはそのままで十分なんだよ」「そういう風に無理しようとしないで」 自分じゃない自分に無理やり変わろうとしなくていいんだよ。ね。You are more than enough、ね。あなたはあなたが思ってる以上にもう十分なんだ。すっごい素敵な表現だと思いませんかはい。ということで今3つ「That's enough」「enough is enough」「I am enough」という感じで違った表現を 皆、えー、皆ささんんに紹介しししてきまたたがどれかかご存知でしたか聞いてみると「ああ聞いたことあるかもそれ」っていうふうに思うかもしれないんですけれども意外にね、あのー、日常で使おうとすると何度も何度も使ってないとあんまり感覚として出てこないので是非今回のこの動画の例文をあんとなく頭にイメージして是非次から誰かと会話する時に使ってみてください。ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思いますじゃあねー